メンチ切ったとか、はい、切ってたとか、いや、あの分かってやったんですよ。あ、そうなんだ。で、俺はもうこの野郎ふざけやがって、俺のこの腰、曲がった腰、どうやって起こせばいいんだって。いろいろあった吉田栄作さんとのエピソードを教えてください。なんかいろいろあったんですか？いや、これもう、栄作も長い付き合いなんですよ。吉田栄作も渡辺プロなんですけど、もう今、うちではないんですけれども、渡辺プロで、俺の1期、2期後輩ですね。だから吉田栄作ってズバ抜けて売れたんですよ。まあ、あの普通に歌もいきなり売れて、紅白 T シャツジーパンでいくみたいな。寝てみたいを投稿ナンバーワンみたいにガーンってなって、それでもういきなり映画、後藤久美子さんの相手役かなんかにデビューして、うん、でもぐーっと生き方がもうね、何十度だったんだろう、90度超えたんじゃない、90度超えるっておかしいか、90度だったんじゃないですか、うん、そんな勢いだったと思うんだけど、そのぐらいの時にちょうど、うん、ああ、そうか、吉田君って新しい若い人がデビューしたんだって言って、エレベーターで初めて会うんですよ、俺。でエレベーター、会社のエレベーターで俺が立ってたら、吉田君がパンって上がってきて、チーンって開いて、あ、吉田栄作だと思って、あ、ちょっと挨拶をって、おはようございますって、お挨拶したら、そのまま素通りされたんです。あ、スタッフか何かだと思われた。いや、あの、分かってやったんですね。あいつは、そうなんだ。舐められちゃいけない。後でそれは聞くんですけど、で、俺はもうこの野郎ふざけやがってと、俺のこの腰、曲がった腰、どうやって起こせばいいんだと思って。確かに、下げたものの、ずっと上げるタイミングがわからんみたいな。で、まあ、いずれ飲みって仲良くなるんだけど、そしたらあいつが言ったことが、お前さ、ああいう去り際はないだろう、仲良くなってからね。うん。そしたら、ちょっと勘弁してよと。ね、チャンヒデと。ね、俺はね、背中で挨拶したよって返されたんですよ。かっこいい。それを感じなかった俺のが、まだまだだなってよくわからない会話で終わるという。まあでも、まあそんな謝礼を言いながら、もう今はものすごく仲いいですけどね。まあ、そんなかっこいい返しする人なんだ。そうなの。あのね、当時ってね、みんな突っ張ってるんですよ。で、みんなそういうエピソード初めて会うときにあるんですよ。大体。だんだんがんたれてたとか、メンチ切ったとか、生きてたとか。だってみんな10代だから。まあ、そう、若いうちはとりあえずそうなっちゃうんですよね。そうそうそう。だ、そんなくだらないこともあったよなと思うよね。今いい思い出です。中山さんもじゃあ若い頃はそういうなんか迷惑かけたんですか、周りに。いや、俺なんかいっぱい遅刻してましたもん。生放送遅刻何回もしたんですよ。え、その10代で生放送に遅刻とかって大丈夫なんですか？そう、いただきますだって俺2回ぐらい遅刻してるし。いや、ダメですよ。え、全然ダメです。遅れてって なんて言い訳するんですか、その生放送に遅れてって。いや、もう、向かい風が強かったですとかいろんなこと言いながら。まあ、当たり前なんか言っとかなきゃみたいな。で、いつも子供だから反省文書かされるんですよ。で、反省文書いてこいって言われて、で、反省文書くでしょ。うん、そうするとね、僕はあの書道が得意で、あの、実は字はちょっと達筆なんですね。だから反省文がですね、書いてるとですね、果たし状みたいになっちゃうんですよ。なんか強そうでかっこいいな、お前なんだって。なんかありがたいこと書いてあるみたいで、もう遅刻しません、どうもすいませんとか、ごめんなさいとか、内容はこう、そんなことなのに、達筆すぎるって怒られたことがあった。その達筆はその小学生の頃に練習したんですか？小学校1年か小でやってて、今でもやってるんですけど。あ、そうなんですね。あの、いろんなあの書店にもあのよく出展させてもらってます。あの、新国立とかでも。はい。やっぱそういうスキルあるんですね。はい、いやいや、今でもあの書き続けてますね、章に関しては。お、さすが。ぜひ今度、機会がありました。やっぱ基本的に器用なんですね。そのなんかいろんなことに対して。